本日ご紹介するのはジャンティの別注の T シャツです。スラブ生地の T シャツで、今回の別注はちょっとあの空のもので遊んでみたくって、赤とか紫とかグリーンとかなかなか普段店頭では見かけない結構パキッとしたカラーで別注アイテムを作ってみました。本当に色が綺麗で可愛いのでぜひ最後までご覧ください。はい、こんな感じのスラブ生地のビッグティーです。今ちょっとこう蓋折りしてきてるんですけれども、袖の長さは背がしっかり隠れる長さとなっております。結構長めの6分袖ぐらいのマクさんの T シャツです。で、素材は私の大好きな、スラブ生地、わかるかな、こうちょっとポコポコと凹凸のある感じの編み上がりになってます。糸がこう太さがちょっといろいろ混ざった感じの糸を使ってるので、編み上がる、折り上がる、折った時にこうポコポコと表情のある感じの生地になるんですけれども、すごくそれが私は肌触りサラサラで大好きです。はい、本日のコーディネートはこんな感じで、ちょっと夏っぽい色物を着て、まあ、今日はダークな感じで合わせてみたんですけれども、はい、あえてのダークトーンの夏のコーデにしてみました。ちょっと小物とかで夏っぽさを加えてあげるのもいいですね。はい、全体のシルエットはこんな感じです。はい、インしないでアウトできると結構長めの着丈です。後ろは半分ぐらい隠れる長さとなっております。はい、空物が豊富に揃っておりますので、夏、今年の夏はぜひ空物のお洋服で夏を楽しみましょう。バイバーイ。こちらの合わせたバッグもアーニス楽天市場で販売中のアイテムとなっております。すごい季節感あって可愛いですよね。カゴバッグと思いきや、まあカゴなんですけど、紙でできた素材となっております。で、なんかまあこんな感じで斜め掛けにしてこう使うのも可愛いかなと思います。で、昔のカゴバッグってすぐバリバリになって割れて使えなくなっちゃうイメージなんですけれども、紙なのでこうシャシャしても全然大丈夫です。柔らかくてすごく使い勝手がいいアイテムなので、まあ、こんな感じでデイリーアイテム、デイリーアイテム、デイリー使いに使っていただければなと思います。はい、ツートンで可愛いですね。おすすめです。